はい、本日は2022年2月14日です。これから私、に行きます。今日はですね、契約しに行こうかなというところで、要は注文しないとね、バイク入れてくれないので、でちゃんと物があるのかと最終確認、そして、発注入れるということで、住民票持参で、やってまいりました。これ回んの？本当に？これ回んの？マジで？いいのかな、こっちで。ああ、これ裏から来てんだな。なるほど。はい、裏だ裏。というわけでね、到着いたしましたので、また後ほど、はい、というわけでね、これからちょっと、物をね注文しに、契約です。さあ行ってみよう。じゃあ行ってみましょう。いや素晴らしいね。素晴らしいっすよこれ。緊張するな。というわけで、はい、到着いたしました。はい、というわけでですね、契約してきましたよ。っていうかですね、原車がありました。びっくりです。とりあえずですね、ちょっとこういきさつはね、この動画ちょっと上げるかどうかわかんないですけど、いきさつを話しますと、ちょっと待ってね、いきさつをね話しますとですね、いいなと思って、先週、原車があるということだったので、じゃあとりあえず押さえといてくれますかと。で今日ね、来週の月曜日に、今日のことですけども、契約に行くので原車押さえといてくださいって先週ちょっとお電話だけしといたんですよ。で今日行ったらね、ご制約済みで原車がもう入ってました。というわけで、来週も納車できるそうなんですよ、登録してね。なので、思いのほかちょっと早い段階で、やっぱりそりゃそうですよね、向こうは買うって言ってる人がいりゃそりゃ車を抑えますわね、すぐに。ということでですね、その辺が何ですかね、自信の表れなんですか、絶対こいつ買うなっていうね。そんな買うオーラ出してねえんだけどな、やっぱりそうなんだろうな、分かっちゃうんだろうな。向こうはプロですからね、そういう意味じゃ。ってなわけですよ。ってことでね、今手続きしてきまして、これで、来週納車ということになりました。はい、それではそういうわけです。それでは来週。